朝倉市屋方ですね。ちょっと今日天気悪かったんですけど来ちゃいました。一山越えてですね、さっき明智神社行って、やっぱり、ね、車で来ちゃうと早いですけど、朝倉街道を歩いて三井瀬港もこの朝倉市屋方に来たんでしょうかね。まあ、当然来てて住んでいた居住地がすごく、まあ、近いように映されていたんで、実は一山越えた峠の向こうだったという形ですね。はい、中は広いんでね、ちょっとこういう一緒に撮ると、この前来たかな、なんか結構夏だったような気がするんですけど、確かすごい観光客がすごく多くて、ちょっと辛かったなっていう感じですね。本当にあの史跡って感じですよね。史跡、遺跡っていうんですかね、こんな感じで。この本当の山はこの上にあるんですけど、今日も時間ないんでちょっと行かないですけど、もうここに広大な屋敷があって、なんとここ復元された町並みがあるんですけど、1万人も暮らしてたっていうね。当時1万人って言ったらすごい人口密度だったでしょうね。しかもこの谷で、すごい小京都、山口を小さくしたような感じでしょうね。で、復元されたあの屋敷跡とかですね、あちらの資料館とともにありますんで、合わせてみるといいと思います。内側から見てもね、これどう見ても石垣と、今あそこの唐門しかないんですけど、おそらく相当こう屋敷が建て並んでですね、ひしめいてると言った方がいいですかね。こういった、これ今散策用にこういう風になってますけど、こう井戸があったり、何しろ堀で囲まれていた、まあ、中世の館って感じですよね。山城の方はおそらくというか爪城なんですけど、そのおそらくその日常はあまり使ってなくて、朝倉港も、まあ、屋敷の方に、この山麓のですね、館の方にいたのではないかなと。大きな井戸ですね。当然あの水に恵まれた地域ですけど、流れている川が一条谷川、こういった整備され倉庫って書いてありますね。さまざまなものが置いてあったんだと思われます。皆さん上までね、頑張っていって、これあの登山の格好しなくてもここは行けるんですけど、こっちが南門ですね。南から、そうするとあの門は西に向いているということになりますね。でこちらがお墓になってますね。礼拝堂になってますね。ちょっとこっちでまず正面からありますかね。これ平成24年でめちゃめちゃ新しく整備されて、前こんな綺麗じゃなかったような気がしますけどね。24年って言ってももう10年以上経つわけでしたね。これが廟ですね。桜吉景子、こちらにもね書いてありますね。朝倉氏五代を祀っているということになってますね。初代高景子、同じ高景子が2人いらっしゃるんですけどね。はい、他にはこうお墓というか、住職さんのお墓もありますね。これがすごいですね、家紋がね。はい、一条谷朝倉氏館、朝倉五代墓所